脳振動の評価方法にスキャット5があります。スキャットはスポーツコンカッションアセスメントツールの省略で、脳振動の国際学会で推奨されている脳振動の評価ツールです。スキャット5の対象年齢は13歳以上です。スキャットは大きく分けると5つのセクションで成り立っています。そのうち後半の3、4、5のセクションは点数化して評価します。スキャット5の日本語版は脳神経外傷学会から出ていますので、質問しながら回答を記入できるよう印刷しておきましょう。スキャットは脳振動の疑いがあるときに評価する場合と、回復の過程をモニタリングするような管理する目的で使用する場合があります。またシーズンインの際には選手の普段の様子をベースラインとして評価しておくことも大切です。それではスキャットでの評価方法を説明いたします。選手が頭や体に衝撃を受けて脳振動を疑うような場面に遭遇したら、応急処置や救急対応の後に段階的に評価していきましょう。まずはじめに脳振動よりも重篤な状態になっていないかを確認します。これらに当てはまる場合は救急車を要請するようにしてください。選手が受傷したとき、どんな様子だったかを記録します。当てはまるものがあればイエスの Y をチェックしましょう。当てはまらない場合は脳の N をチェックしましょう。一つでも当てはまるものがあればプレーは中断して、より詳細な検査を受けさせましょう。マドックスの質問をします。マドックスの質問とは記憶の評価をするものです。正しく回答できたら Y にチェックをしましょう。質問の内容は選手のスポーツに合わせた内容に変更しても構いません。例えば2つ目の質問では、今の試合は前半ですか後半ですかと質問するようになっていますが、アメリカンフットボールのようなクォーター制の場合は何クォーター目ですかというような質問に変えても問題ありません。グラスコーマスケールの確認をします。グラスコーマスケールは意識障害の評価をするツールです。意識障害がある場合は開眼反応、言語反応、運動反応をチェックしましょう。意識障害の増悪が見られる場合は繰り返し評価する必要があります。次に頸椎の評価も行いましょう。脳振動よりも重篤な頸椎の問題がないか確認することが必要です。2つ目は安静時に痛みがない場合のみ、自動で動かしても痛みが出ないかを確認します。スポーツ現場での緊急対応ではステップ1と2を速やかに評価する必要があります。マドックスの質問や頸椎の評価は状況に応じてできる範囲で行いましょう。次に認知機能などの評価を1対1の問診形式で行います。選手が集中して取り組める静かな環境で行いましょう。単語や数字を記憶する検査なども行いますので、ポスターや時計、ロッカーなど覚えるための助けとなるものがない環境で行うようにしましょう。脳振動の起用歴など選手に確認をして記入しましょう。シーズンインの際にベースラインの調査として確認をしておくと良いでしょう。
選手に22個の自覚症状のレベルを記入してもらいます。受賞後であれば、今感じている症状のレベル、ベースライン測定であれば普段の様子、運動後に評価する場合は安静時の心拍に戻ってから行いましょう。また、受賞直後は最後の睡眠に関する項目を除いた21項目で評価、すべてチェックできたら該当した項目数とその総合点を記入します。認知機能の検査を行います。一つずつ丁寧に聞き取りを行いましょう。選手が緊張してしまう場合もあるので、リラックスできるように促しましょう。まずはじめに、自分の置かれている状況を判断する機能、検討式の確認をします。正解の場合は1をチェックしましょう。最後の質問は時間に関するものです。時計などが選手から見える位置にないようにしましょう。次に、即時記憶の評価を行います。5個もしくは10個の単語リストから使用するものを選び、丸をつけます。では次に、今から記憶のテストをします。いくつか単語を読み上げるので、覚えてください。読み上げが終わったら、できる限り多くの単語を思い出して答えてください。これを3回続けます。いいですか？はい、ではいきます。指、効果、毛布、レモン、昆虫。はい。指、毛布、レモン、昆虫。あと一つ分かりません。はい、それではもう一度行いますね。指、効果、毛布、レモン、昆虫。はい。指、効果、毛布、レモン、昆虫。もう一度同じやり取りを繰り返します。回答できた数をスコア欄に、また3回目の検査が終了した時刻を記録しましょう。可能な場合は10個の単語リストから1つ選び、同じように3回繰り返しましょう。次に、集中力の評価を行います。数列リストを1つ選び、丸をつけます。それでは次のテストに進みます。私が数字の列を読み上げますので、逆の順序で答えてください。例えば私が1、2、3と言ったら3、2、1というように答えてください。それではいきます。4、9、3。3、9、4。3桁の数列から読み上げます。正しく回答できたら Y の欄にチェックを入れ、次の4桁に移ります。正しくない場合は N の欄にチェックを入れ、下の同じ桁数の数列を読み上げます。3、8、1、4。1、4、3、8。3、2、7、9。9、7、2、3。同じ桁数で2回とも間違えた場合は、そこでテストを打ち切ります。
それでは次のテストです。曜日を逆から言ってください。水曜日から始めましょう。はい。水曜日、火曜日、月曜日、日曜日、土曜日、金曜日、木曜日。次は神経学的評価です。当てはまる方にチェックを入れましょう。指鼻試験は選手のやりやすい方の人差し指で行います。床と平行になるよう腕を伸ばした状態から始めます。測定者が合図をしたら人差し指を鼻先につけ、また腕を伸ばす動作をできるだけ早く正確に5回行ってもらいます。肘は完全に伸ばします。次はバランスのテストを行います。測定の様子を記録しましょう。ストップウォッチやタイマーを用意してください。これからバランスのテストを行います。3種類それぞれ20秒ずつ行います。途中でバランスを崩してしまったら元に戻して継続してください。テーピングを足首に巻いている場合は外すようにしてください。またくるぶしがズボンで隠れている場合は裾を上げてくるぶしが見えるようにお願いします。一つ目の姿勢は気をつけの姿勢です。かかとをつけて立ってください。準備はいいですか？それでは手を腰に当て目を閉じてください。測定します。よーいスタート。2つ目の姿勢は片足立ちです。ボールを蹴る方の足はどちらですか？そちらの足を上げて姿勢をキープします。バランスを崩してしまったら一度目を開けてもいいので元の姿勢に戻ってまた姿勢をキープしてください。それでは手を腰に当て目を閉じてください。測定します。よーいスタート。続いて、次足立ちの測定です。先ほど上げていた足を前にし、かかととつま先をつけて直線上に立ちます。この姿勢もバランスを崩してしまったら、一度目を開けてもいいので、元の姿勢に戻って、また姿勢をキープしてください。それでは手を腰に当て、目を閉じてください。測定します。よーいスタート。それぞれエラーの回数を記入してください。次に次足歩行についても説明します。まず床に3メートルのテープを貼ります。そのラインに沿ってかかとつま先をつけ、できるだけ早く正確に歩いてもらいます。3メートルの端に着いたら180度回転し、再度
タート地点に戻ります。この1往復の間にラインから外れたり、かかととつま先が離れたりした場合はテスト失格となります。最後の項目、遅延再生の評価を行います。ステップ3の認知機能の評価の続きです。即時記憶の評価が終わって5分経過してから行います。それでは次のテストに移ります。数分前に覚えていただいた単語を思い出せるだけ答えてください。お願いします。指、レモン、毛布、昆虫、あとは分かりません。各項目の点数を確認し、ステップ6に記入していきます。症状の数は何個該当したかを記入し、重症度の合計点は総合点を記入します。検討式と即時記憶、集中力、遅延再生の欄には正解した数を記入します。神経学的評価には何か一つでも N に該当した場合は異常の方をチェックしましょう。バランステストには3つの姿勢でのエラーの合計回数を記入しましょう。こちらに記入した数値だけで脳震盪かどうかを判断したり、競技復帰の可否を決めるのは適切ではありません。脳震盪が疑われた場合は医療機関を受診させましょう。